どうも皆さんこんにちは、顧客者石倉義信です。ですね、今回はアップからも始まらず、ちゃんとね、前回もちょっとあんま良くなかったこの音声のためにこのワイヤレスマイクもね購入しまして、万全な体制で今回のね自撮りコケ散歩に挑んでいきたいと思うんですけども、この魅惑のコケロードというかね、すごいこのコケたちはずっとこうなってた。海がいいですね、これね。なるべく静かにしてるというのはですね、マイクもあるのですが、声を張らない理由はですね、ちょっと今石倉家 のお墓参りに来てまして、両親のお墓参りに来た時にちょっとまた可愛らしい苔にね出会っちゃってね、これからお墓参りに行くんですが、ちょっとその前にちょっと自撮り苔散歩結構してみたいと思います。お墓に来てで動画撮影ってどうなんだよと思うんですけど、多分ねこんな可愛い苔に会えたってことはお父ちゃんお母ちゃんも呼んでくれたんじゃないかなとね。今ここにこんな可愛い苔いるから、あんたちょっとほらお墓参りがてらちょっと来なさいよって多分ね言ってくれたんじゃないかななんて思ってます。それではその気になる苔というのをちょっと見てもらいたいんで、画面チェンジ。ガサゴケの群落です。これすごくないですか。この集まり地帯ギュッとなってるわけでしょ。でよくねマンションの植え込みとかで人ガサゴケとか見るんだけど、こんなにね密集してこんだけ広いの、こんだけ広いの、多分ねこういうね看板みたいなやつが水をここに垂らしてんのかもしれない。こうやってね、これはジンガサの葉っぱなんですけど、こっからのこの胞子体の、うわー、これもう蜜です。これね、これが人間だったら相当怒ってますね。みんなマスクあるなし関係ないですよ、この蜜。この苔はね蜜関係ないからね、ほら胞子体たちが、これがねちゃんと受精してるかどうかというのはちょっと僕もわかんないんですが、すごいよね、圧巻だね。これジンガサアイランドみたいになってる。これほら、これだってほら、うわー、このおしくらまんじゅうだったら相当あったかいんだろうな、真ん中の人すごいよねこれね。こういうふうに考えると、この群落とか的にはここがねこういうふうに普通こう他の葉っぱが生えてんだけど、この一角だけにジンガサでよく見ると、ここら辺からも出てくる、こっち側にもいるんですよね。だ例えて言うならこれほら何グッと何チームワークがキュッとなった、なんつうのそうほらそのラグビーで言うならさなんつうのワンチームの状態になってる、このジンガサチームがね。でこのここで次の群落の始まりみたいな、ここに2チームいるわけで、ここ3チームね、ここにも大チームいるわけですよ。こういうよく見るとよく見るとよく見るとこういうところにもジンちゃんいるわけだから、これがもう少ししたらどん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 群落を違う群落を広げていくのかもしれない。もしかしたらこれももともとはちっちゃい群落で、
ポンポンポンとあったのがもう大きなワンチームになってるかもしれないっていうことを考えるだけでもこれ何分でも入れる。だから陣がさ、もう軍楽ってこういうのって当たり前なのかな、僕は見るの初めてだったからわかんないんだけど、こういう風に密集する 力というか形もあるんだな。なんかちょっとした本当に真ん中の将軍を守ってる一つの兵隊たちみたいな、兵士みたいな感じで、すごいかっこいいというか、国の団結力、やっぱね、チームワークですよ、ね、仲間愛ですよ、ね、形が守るんだっていう。見てこの陣ヶ瀬ゴケの由来ってね、陣ヶ瀬っていうそういう意味なんだって。そんな感じに見えるよね。ほら、はい、というわけでですね、お墓で偶然突然出会った陣ヶ瀬ゴケちゃんでした。ああいう軍楽の出来方ができるっていうのはね、僕も初めてなんで、すごいテンション上がっちゃって、ついね、漁師に手を合わせる前に陣ヶ瀬に手を合わせてしまいましたが、これからまたちょこちょこっとこの陣ヶ瀬ちゃんお墓参りをするという名目、そうですね、いやどっちが名目、陣ヶ瀬を見に行く、違う親孝行ということをするついでにね、故郷を 見たいと思います。それではまた引き続き苔堂チャンネルの方、ぜひぜひお楽しみください。それでは。